あのね、もう多分確定なんだけど、動画を撮る日に雨が降る呪いにかかってるっぽい。わかる？すごくね、私のね、この癖としてね、やばくない？面白くない？ほら、見て見て、これ、ほら。あさってというか、しあさってぐらいだよね、これ。しあさってぐらい。もう、呪いにかかってるんで、誰か、除霊していただいていいですか？呪い解いていただいて。あれだよ、ハンターハンターの、あれです。助念師を、誰か、あれです。お願いします。助念師を連れてきてください。本当に。延々私もう、なんか、ベストコンディションで延々動画撮れない気がして。はい、どうも、ルルシでございます。本日はモンストをプレイしていきたいと思います。なんかさ、今日、画面黄色くない？気のせい？はい、ということで、いきたいと思います。で、今日はね、この、ルーレット、お好みルーレットが、結構ね、溜まったので、ピースをセットして分回したいと思います。で、今日、仕事帰りにツイッターをね、パラパラーと見て、私ツイッター民なんでね、ツイッターパラパラーって見てて、こう、ハッシュタグ、その日のトレンドのハッシュタグが結構こうバーって出るんですけど、そこにモンストの一番最初の推しメン誰みたいなハッシュタグがあって、で、一番最初の推しメンっていうのは、要は、キャラ愛ですよね。一番使ってるモンスターとかじゃなくて、キャラ愛で言うと、私は、一番最初は、ベルフェゴールなんだよな、多分。ベルフェゴールちゃんなの。で、私が好きなのが、この神化のこのイラストがめっちゃ好きで、で、未だに、エンディングの映像のイラストかな？そちらがベルフェゴールと私を足して2で割ったものにしてくださいって言って書いていただいたんですけど、そちらの画像なんですよね。だから、結構昔からベルフェゴールが好きっていう感じだったんですね。で、まあ、思い入れがあるキャラはアーサーなんだけど、めっちゃ可愛い。このキャラめっちゃ好きってなったのは、ベルフェゴールちゃん。ぜひ皆さんのね、一番最初の推しメン、推しキャラもぜひ教えてください。はい、ではね、話それましたが、ピースセットしていきたいと思います。で、これ、迷うんだよな、迷うんだよな。発言1体確定10連ガチャもさ、ちょっとなんか面白そうじゃん。だけど、まあまあ、とりあえず、200個オーブは欲しいじゃん。150個オーブも欲しいし、100個も欲しいじゃん。こんな感じでいかがでしょうかね。まんべんなく入れたんですけど。はい。では、これで引いていきたいと思います。このルーレットの動画、去年も撮った気がしたんだけど、その時どうだったかな？なんか、オーブ、無難にオーブ50個だった気がするんだけど、ぜひ、皆さんも結果教えてくださいね。いきます。いきます。お願いします。やばいね。今めっちゃアドレナリン出たよ、一瞬で。いや、びっくり。めっちゃ興奮したわ。ありがとうございます。で、50個めっちゃありがたい。見て見て、オーブ446個また溜まったんで、次のガチャでぶっ放したいんですけど、めっちゃ嬉しいわ。普通に嬉しいわ。で、あとね、この星6確定ガチャまだ引いてないので、ここで引いていきたいと思います。では、いきます。ストライクショット、どうでしょうか？誰だ？持ってないよ。何このイケメン。持ってない、持ってない。あ、一休さん、ありがとうございます。待って、一休さん、こんなイケメン ちょっと私が想像してた一休さんと全然違うんだけど、めっちゃイケメンなんだけど。はい、ということで本日はモンストのお好みルーレットプラス、おかまけでガチャも引いていきました。ぜひね、皆さんの、一番最初の初期の推しキャラとルーレットの結果教えてくれたら嬉しいでございます。はい。はい、私はいつになったら晴れの日にね、動画を撮れるのかということで、ちょっとね、助念師を探したいと思います。では、本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。
少しでも楽しんでいただけていたら嬉しいでございます。チャンネル登録とグッドボタンもお待ちしておりますので、よろしければポチッと押してみてください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。じゃね。